桂ツラ両は、情報落語家、ドラマー。本名、前田和友。血液型は B 型。父は二代目、桂ツ弱。母は、桂枝ラ大、弟はカット。1972年3月3日二代目、桂ツ弱の長男として生まれる。当時、実家は、大阪府豊中市にあった。1975年から1976年、3。 4歳の頃は夕方になると稽古を終えた父に自転車に乗せられ、銭湯、飲み屋、パチンコに順に連れられるのが日常だったという。5歳頃からは父から大阪に電話で呼び出されて飲み屋で父の話を聞きながら一緒に食事し、最後はタクシーで帰宅するようになり、小学2年生頃まで続く。その頃は、 寝る時には、父の落語のレコードをよく聞き、夜中に目覚めると父が自ら落語を話して、寝かしつけていた。1980年から1981年、小学3、4年生頃には、鉄道が好きになり、それを聞いた父に連れられて、ブルートレインで新潟まで行き、新潟では、水族館を見た程度で、特急電車で大阪まで戻ったこともあった。 情報落語協会のプロフィールには趣味の一つに鉄道が挙げられている。落語家の父を持つゆえ家庭には一般社会とは違う感覚があったと述べており小学生の時に父が地方公園の土産で持ち帰った藁揃りにかすりの着物で投稿したらかっこええという話になり自身はおかしいと思いながらもそう言わざるを得ない状況で同意したものの 翌朝母が学校に相談した結果、実行はしなかった。それでも、セッタを履いて登校した経験はあり、自分の家庭と世間一般とのギャップを感じるようになったのは、18、9になってからと述べている。1990年頃に劇団小冊軍団リリパッドアーミーに入団。1九9五年にはシェームに加入した。この時期に大阪から東京に移ったという。 2002年、ぐるぐる園営館に、サポート参加。2003年に正式加入する。2008年に、シェイムから脱退。同年秋頃、松尾隆東野博明と再会する。須田康成の運営するカフェ、スローコメディファクトリーでの東野の月齢トークイベントに、参加、東野に対して、アシスタントとなることを申し出て、2009年頃に、 自らのトークイベントも行うようになった。この頃、父の死者の落語を改めて音源から聞く機会があり、その面白さに衝撃を受ける。2010年に月定法生らと勉強会に参加し、トークイベントと並行してアマチュア落語を披露し始める。2011年には東の広明と交流が活発になり、彼のフォークバンドにたびたび出演した。 2015年8月16日、父の弟弟,弟子にあたる二代目、桂雑ラ場に入門する。2016年1月、同学亭、昼席にて、初舞台。同年8月に1年という異例の早さで年季明けし、本格的な活動を始める。2017年4月、東京で第1回、桂ツ両馬落語会を開催。2018年には、 音曲漫才を試み始める。2019年4月1日、朝日放送ラジオにて、桂良ラ両馬の落語ドラベルと題した、冠無理番組を始める。7月12日には、第1回、同学亭の両馬を開催。2020年12月17日、MBS ラジオにて、アドリブラジオを観光。2日後の19日には、新、同学亭の両馬を開催した。 2021年1月1日朝日放送ラジオカツラ両場の落語トラベル新春スペシャルで父と時空を超えた共演を行う1月30日第119回 ABC ラジオ情報落語を聞く会に出演3席をネタおろしする演目は不審褒め油山舟天神山小褒め五条級、六六尾、道切り 他に演じたことのある話として、東の旅発端、詐欺取り、鶴、網立ち、米揚げざる、花いから稲荷車、貧乏神、しじみ売り、試し酒、道具屋、義眼、片棒、秘伝書、幽霊の辻、あくびの稽古、七度ぎつげ、がまがえるの油、金米雨乞い玄米、帰り車、不審褒め、油酸泉、天神山がある。ありがとうございます。